西村うん、西村大臣圧をかけてるってね、謝ってないけど釈明してはったね。なんか協力せえへん居酒屋いうんか、あの食え飲食店、協力しない飲食店には銀行からもう金貸せんぞみたいな、さすみたいな。そういうつもりで言うたんやないって多分言い張ったんかな。その釈明見てないけど、この人西村いうのはほんまよう脅かしみたいに言いはんね。んでだから私もね、区役所世話になって脅かし、その恐喝とかやないんですけど、まあその何女性の方とかね、やっぱりその区役所のその人の言うことでね、踏まえたら私から言わしたら恐喝というか脅かしですや。踏まえたらこの西村大臣もなんかその圧力やって言われてるわけでしょ。何圧力かけてんの言われてる人一緒ですやん。役所の人間もそんな区役所の人間やっていうので私は生活保護のケースワーカーとか面接員とか就労支援のパソナの偉いさんだみたいなね、その圧力をかけてくるわけよ。もうちょっとおかしいん。だから、私はそうやって、そのあんまりそういうこと知らんから、ただ単純に腹立つだけで怒ってるだけやけど、あの、もうそれが、もうぐさーって来てる人とか、もうそれが嫌でね、もう区役所世話成り立たない人もいてるわけやしね。もうそういう集まりやん、うん、自立とか親身になるとかね、口では言いはんねんけど全く考えてない。仕事でそのワードを言うてるだけみたい。私らでももう60でそんな肌で感じますやん。適当に言うてはんなとかね、ほんまに思てはれへんなとか分かりません。もう今までこのコロナが流行ってもう1年以上、私そうやって社協とかね、区役所とかなんか厚労省コールセンターとかそういうところなんかもずっと関わってきて、ほんまに適当や、ほんまに。で、口ではなんか、国民の、なんか、なんとかの、なんとかを守る、みたいな。もう、実質給付です、とか言うてね、金返せ言うてくるしやね。働け、とか言うてくるしやね。自分らが働くなって言うとったら、もう棚にあげて、もう金は貸せませんみたいなあなた返せないでしょみたいな、
いや、給付って言うたやん、実質。どういう思いしてやるかね、ほんまに。そうやってシャッター閉めって言われて、お店、自分の人生か、人生かけたかどうか知らんけど、お店開いてね、それをもう閉店、閉店ガラガラ借金抱えて終わり言うてん。それをなんか自分が招いたあれみたいに言い方されたん。緊急事態宣言とかまたやりはったけどね。けど緊急事態宣言って緊急事態の宣言ですやん。前言ったら電車乗って会社とか行ったらあかんでとか言ってやってるわけですやん。ご協力をってやってるわけですやん。それとか罰当てます、罰則ありますとかやってるわけですやん。人と接触しないようにマスクして食べる瞬間だけやってみたいにやってるわけですよ。けどそういう人ら誰も知らんかったらイエーイヘーイヘーイってやってるわけでしょ。ほんでそうやって何その区役所の人間も緊急事態宣言出てんのに仕事探せるっておかしいですやん。だから自分らはもうそんな緊急事態宣言もヘチマもないわけですやん。仕事を探しなさいみたいなね。それでコロナになってね、死んでもその人知らんわけですやん。その知りません知りませんって、そんなことありましたってなるわけですやん。だからもう緊急事態宣言じゃなくて、飲食店閉めなさい宣言にしてよろしいですやん。ほんならそうやって飲食店以外はね働けるわけやからしたらいいわけですやん。おかしいよほんまに。どうかしてるぜ。だからそうやって飲食店の人らとかね、ほんま大変ですって。もう何回も言うけどね、50万も店長クラスで50万も取って、それが生まれたら10万に下がったんですね、給料が。本来なんでそのあと40万を埋めるために仕事して、その40万を埋める仕事があると思います？普通に考えてないでしょ、今このタイミングで。ほんならそれもう10万切ってやめて新しい仕事50万くれる人を探したらよろしいない？そんなあると思います？普通に考えてないでしょ。ほんまにおかしい。それやったらもうね、すんませんけど閉めてください。そのためにもうその残った40万円保証するから辛抱耐えてくださいって。なんでせん、その我がとこのね身内のパスナとかって1日40万とか払ってんのに、そんな月40万保証したりよ、そういう人にね。毎回同じぼやきと。みたいなね。だからもうある意味ちょっとおかしいわ。もうだからそうやって自立支援とかね、もうそんなんもう
言わんといてほしいわ。その自分は自分で考えますやん、そんな言われんでも自立しとるよ。そんななんでそこを頼りにしてるんよ。私もそんなええ暮らししたいよ。なんで頭一生頭下げ続けてありがとうございます、ありがとうございます、それで生きていかなあかんのよね。偉そうに言われてね、うん、オバハンケースワーカーに偉そうに言われて、うん、上から言われてちゃうやろ、うん、すんませんでした言うてみんや一回。とにかくね、もうアホをバカにしとるわ。自分ら賢いからね、巻いたらこういうあの口数少ないあの言葉の知らんあのをねバカにしとる、ほんまに。バカにしないでよ。だからもうコロナ始まってからもうずっとこんなん言うてますやん。もうなんか怒り症みたいにね、なんかもうほんまになんかいちびってね、いちびって楽しい生きてたのがなんかもう怒ってばっかりみたいになってもうてね。だから私も笑って暮らしたいっすよ。気持ちいいんやろね、ああいう人らは。いじめてで頭下げてもらって、え、いいよいいよみたいな、けど働きや。私がおるからあれやで。私はあなたの自立のこと考えてるんやで、ね、私は少なくとも全く考えてないと思う、ほんまに。またぼやいてんな。もうぼやき続けて1年と何ヶ月やん、お前ね。大変ですよ、ほんまに。みんなそうやってウーバーとか走ってるわけですやん、雨の日でもね。それはしゃあないっていうわけでしょ。不景気、ただの不景気ちゃいますや、ほんまに。あの、なんや、リーマンなんやら言うてね、不景気になったんとちょっとちゃいますやん。国がシャッター閉めろ言うてやってるわけですやん、その今も。で、そこは知りませんですやん。ある程度やってましたろうみたいな、遅れてね、ある程度やってましたろう言うて、耐えられへん人はもう生活を起きなさいってね。ほんで若いのに偉そうに言われて頭下げて低賃金で辛抱しなさいっていうことですよ。そんな私らの知った子じゃないはいう話ですよ。お宅がそこでどんだけ辛い目して安い賃金で今までの何分の賃金で偉そうに言われてでもそんなん知りませんやん、仕事せなあきませんやんいう話ですよ。
それで親身になって考えてますみたいなね、おかしいですよ。寄り添ってやってますよ、おかしいですよ。それ言わんとったらいいねんね、寄り添ってやりますとかね、うん、心にもないこと言いすぎ。もう毎度毎度のあれやな、もう嫌になってきたね、うん、あ、毎度毎度言うかね、まああの何、昨日も同じようなことでぼやいてますね。でその翌日やからまたぼやいてたわけね。もうこれもう忘れますんでね、もう今日が最後にしときますわ、ほんまに、ほんまにね。だからそれでね、昨日もある程度ぼやいてね、今日またこの西村がまた偉そうな圧力かけるってね、偉そうなこと言うからまた盛り返す。ですわ、口だけですよ、ほんまに。ほんで言われたら別に謝りません、その何捉え方が間違ってるだけですやみたいな言い方でしょ。それはもう区役所の人間も一緒ですよ、ほんまに。もう私ここ目の前で国が生活保護を受けてるもんは働くことがもうありやで、もはっきり働かんとあかんねんって言うとってやで、で私がもうギャースか言うたら、いやそういうあれじゃなくてみたいな、なんとの都合は分かってますで、いや分かってないや、全く共有されて、私あっちこっちと同じこと言うてて、自分あなたにも喋って全く共有されてんわけですね。そういうわけしかせえへんですよ。だからそうやって言うのが快感やね、いびるのが快感。こんな60のおっさんいびって何が楽しいねん。だからね、まあどのタイミングでこれまた流すか分かりませんけど、これも一時、まあ1年何ヶ月が積もり積もったあれで、生活保護頭下げて世話になって、でいいですよいいですよって言ったんね、事情も全部説明していいですよいいですよって言ったんもうコロッと忘れて、お前働けよみたいな言われたからね、もうちょっとはぁ、あ、みたいになってるだけでね。働くしみたいな、そこがあの人らの働き、要は働いたらなんか仕事した感があるだけの話でしょ。あなたの自立のためとか、それは口だけで、どんだけ喋ったらいいね、そのすぐ喋忘れる話をね。まあ言うたらなんか電話で言うて、ちょっと分かれませんから変わります言うて、変わってついてた人がなんかご用ですか言うのと一緒ですやん。今散々喋ったの、それ伝えろよいう話と一緒ですやん。だから区役所も共有します、共有します、ケースワーカーにちゃんと言うときますの全く言うてへんからね、もうその場しのぎのほんまだけ。いや今日も忙しかった、行こう乾杯言うたらあかんよ、これはバレたらまたうるさいからね、程度ですよ。ほんまにあれやね、ほんまの、またほんまに、なんちゅうの、ほんまのおっさんの普通のぼやきや、ほんまに。そうですわ。
60やけどやりますよ私は。ということで、毎度毎度すみません。またね、あれしますわ。どれします。まあ、はい。グッドラック。以上総代。グッドラック。大きに失礼します。